よいしょ。お久しぶりです。こんばんは、こんにちは、お城です。今日は何をするかというと、前回の動画ではこのスクリーンフリップの改造をやったんですけど、今回はというか、ちょっとこれから長い企画になるかもしれないんですけど、ブラックマジックの、ポケットシネマカメラは、マニュアルフォーカス、基本的にはマニュアルフォーカスなんですね。まあ、それはちょっと最近だいぶ撮影をすることで慣れてきてはいるんですけど、まあ、大変ちょっとやっぱりずっと映像をやってきたわけではないので、新参者なので大変だなってことに気がつきまして、オートフォーカスをちょっと自作していこうかなと思ってます。オートフォーカスって作るもんなのかちょっと怪しいんですけど、ちょっとオートフォーカス欲しいんで、やっぱオートフォーカスを自作していこうと思ってます。でどういうことかっていうとですね、すごい単純に言うと、まあ、今これ撮ってるのが α7 なんですけど、これ α7 みたいな、ちょっとできてるかな、はい、こういうオートフォーカスではなくてですね、直接距離センサーを使って被写体との距離を測ってフォーカスリングを動かすっていうシステムを作ろうと思ってます。で、実は DJI の RS 新しいクデータジンバルにはそのライダーを使ったシステムっていうのが乗っかってるんですけど、で、なんですがあれちょっと使いづらそうっていうのも実はありまして、まあ実際に手にしてるわけじゃないんでフェアじゃないんですけど、多分ジンバルがないと使えないんですよ。で、自分はジンバルそこまで使いたいってわけではないので、ジンバルなしでも使えるようにしたいとか、あといろいろアップデートしたいところもあって、ちょっとまあどこまでできるかわかんないんですけど、まあ遊びで作ってみようと思ってますって言いつつも、実は結構話が進んでます。まず今日ちょっとお見せしたいものとして、まず何をするかっていうとですね、センサーなんですけど、はい、フォーカスきません。え、すっごくじんわりフォーカスが来る。あ、違うな、これ。あ、迷ってる。あ、これ意外と最短撮影距離が短いってやつですか。来た。これがまず距離センサーです。で、これを使って測っていきます。なんか実は多分これと同一のセンサーを使って、オートフォーカスをやろうとしてる、なんかサードパーティーの製品を作ってるメーカーもあったんですけど、まあ、なんかそれはまだ発売されてないみたいなんで、まあ、ちょっととりあえず様子見って感じで、で、まあ、このセンサーを使って測っていきます。で、実はこのセンサーの値を読み取るところまではもう完成していて、これがアルデュイノって言われる、まあ、電子基板みたいなものなんですけど、でこれで直接これのシグナルを読み取ることまではできてます。あ、全然チェックサマエラー出なくなった。あれあ、あ動いたんちゃうん、これ。え、やばくないっすか。え、めっちゃ動いたんだけど。やった、動いた、やったね。なんでだ、なんでかわからんけど動いたわ。違いなんだろう。いやー、わかんねー。で、じゃあこれ読み取ってどうするのって話なんですけど、方法としては2つあって、1つはレンズの内部の、信号を直接ハックして、レンズの中のオートフォーカス機能を、まあ、オーバーライドするっていう方法で、これに挑戦してる人たちは結構いるっぽいんですけど、まあ、まだちょっとあんまりできてないっぽいんで、そっちには手を入れず、もう一つの方法としては、フォーカスリングを直接回すっていう方向ですね。で、それについては、よいしょ、このなんだっけ、ジーユン、ちょっと読み方が合ってるかわかんないんですけど、ジーユンっていうメーカーのフォローフォーカスを
だからジンバルにくっついてるフォーカス、フォローフォーカスを手元で動かせるようにするやつの、出力先のモーターのユニットがあるんですけど、これをハックしたいと思います。ハックしたいと思いますって言いつつもすでにハックしてあって、こいつの中の信号を見た結果、なんと USB のここのマイクロ USB があるんですけど、多分なんですけど USB じゃなくて単純な UART シリアル通信が流れていることが判明し、海外の方でハックしてる方がいたんで、その人の感じで真似してちょっと自分でも信号を解析してみた結果できた。ご覧いただけますでしょうか。動きました。いや、めっちゃちょっといろいろ大変だったけど動いたよ、動きましたよ。なんで、まあ、それ用の基板とかはもうここに組んであって、で基板っていうほどのものでもないんですけど、でちょっとじゃあそれで動いてる様子をちょっと撮ります。次はこれと、これもしかして今動いてるかな。あ、動いてますね。あ、動いてる動いてる。そう、今こんな感じでこいつが、あ、すごいカメラちゃんと映りますね。赤外線のこれで、これの動きに合わせて今被写体との距離でこのギアが回ってるのが見えると思います。汚い汚い。これがフォーカス、オートフォーカス、自分がオートフォーカスと呼んでるものの基本原理ですね。はい、実はもうフォーカスを動かすためのギアを設計してあります。よいしょ。設計してっていうかもはや作ってあります。よいしょ。でこんな感じでここに減点調整用のリミットスイッチ、こんな適当なのでいいのかって話はあるんですけど、ちょっと一旦置いといて、つけてあるので、つけられるようになってるんで、これをちょっと今はめたいと思います。ちょっと白なのがダサいんですけど、ここにヘックスナットを入れてあるので、これで反対側から閉めると閉まるようになってるんですけど、これ閉めすぎるとこのシグマの1835はフォーカスリングが回りにくくなる、ジャギジャギ言うようになったんで、フォーカスリング自作する人はちょっと気をつけてください。まあ現状としてはこんな感じで、この距離センサーの値に応じてフォーカスリングが動くようになってはいるんですけど、まずこの白がダセーって問題があるのと、あともっと本当にやばい問題として、フォーカスリングって、まあ、僕あんまよく知らなかったんですけど、回した角度に対してフォーカスの送りがリニアじゃないですね、線形じゃない。なんでそれをもしかしたら測んないといけない。超めんどくさい、やだ、やりたくないけど、それやんなきゃいけない可能性があります。やりたくないな、もうマジでやりたくない、やりたくないけど、まあ、次回はそれをやる感じなのかな。あとあれですね、まだこのリミットスイッチせっかくつけてるけど、これですね、このリミットスイッチつけてるけど初期化の処理を実装してないんで、これがカチッってなるまでこっちに回して止めて、なんだったこれ、スイッチ今ついてない。ついてないんで、カチッって回るまで回して止まったら、そこを初期位置とするっていうような処理と、あとはこれが必要時に回らないようにするっていう処理必要になります。それを書かなきゃいけない。なんで、あ、そうそうそう、なんで初期化しなきゃいけないかっていうとですね、こいつがオートフォーカス付きのレンズなので回転が無限なんですよ。なんで、マニュアルフォーカスみたいに扱うためには一回こっちに回し切ってからこの辺でちょうど有効範囲になるんで、その初期化処理をしないといけないんですね。なので、まあ、それも含めてですね、リミットスイッチっていうのをつけてます。普通のマニュアルレンズだったら絶対いらないんですけど、まあしょうがない。そんな感じで、じゃあ次はいつになるか分かんない、1週間に1回ぐらい更新していこうと思っているので、これからは
また1週間後にお会いしましょう。よかったらチャンネル登録お願いいたします。バイバーイ。